微算数理工学の8回目の授業を始めていきます。前回までは微算代数という話をしていたんですけども、今日から、あるいはこの後半ですね、は微算確率論の話をしていきます。でですね、初回は確率的微算システム解析という話をしていきます。基礎的なことを、復習しながらやっていくという形になります。で、これは目標ですね。典型的な確率的微算システムの解析ができるようになるということで、この3つの話をしていこうと思います。で、1つずつ順番にやっていくということになります。その中で、確率論の復習もしていくという形になります。じゃあ、まず不公平な効果投げからやっていきます。これはこういうような設定の問題というか、話になります。で、次のような効果。コインを一つ投げるということを考えます。で、これは、普通はですね、効果、投げたら表が出るか裏が出るか、垂直に立つことはないというふうに思ってるんですけども、で、表の出る確率と裏の出る確率が異なっていてもいいと。ですね。で、表の出る確率が P だとすると、表が出なかったら裏が出るわけなので、1-P の確率で裏が出るという形になるというようなコインを投げると。ということをします。考えます。で、この P っていうのは、0ではないということにしますね。0よりも大きくって1以下の実数であるというふうにします。で、この効果を続けて何回か独立に投げるということをします。だから独立に投げるって言ってるんで、1回目に投げた結果と2回目に投げた結果っていうのは何ら関係がないというような形だと思ってください。で、そのような状況で、ここにあるような5つの量を考えてみましょうということですね。で、1番、N 回投げて、表が N 回出る確率は何でしょう？次。N 回投げて、表が1度も出ない確率は何でしょですね。じゃあ、N 回投げて、表が1度は出る確率は何でしょう？こういうちょっとしたこの、表現、日本語の表現もですね、気をつけなくちゃいけませんけども、3番は表が1度は出る確率は何でしょう？で、4番。N 回投げて表が出る回数の期待値は何でしょう？で、5番目。表が出るまで投げ続けるとき、投げる回数の期待値は何でしょう？ですね。で、気をつけなくちゃいけないのは、この初めの3つの問題は、確率を聞いているということです。で、下の2つの問題は、これ期待値を聞いているということです。ですか？だから、聞かれているものが、まずそもそも、質が違うんだってことは、気にしてください。で、今から計算していくんですけども、気にすることは何か、まず、必ず気にしてごしょうが何かっていうと、確率っていうのは、必ず、0以上1以下です。で、なんかですね、確率を聞かれてるのに、負の数を答えたりとか、1よりも大きい数値を答えるってことは、起こり得るんですね。皆さんがそういうふうに答えてしまうことって割とあって、で、そういうことはありえないので、確率が0を下回ったり、1を超えることありえないので、実際その自分の計算した結果が、ちゃんとその0以上1以下になっているのかってことは確認した方がいいです。ってことは気にしてください。で、一方で、期待値は、そういうことはない。そういうことはないというか、そうであるとは限らないので、それは注意してください。はい。じゃあ、この1番目から順番に。やっていこうと思います。で、1番目ですね。N 回投げて、表が N 回出る確率は。だから、この N 回中全部表になるということを言ってるわけですね。だから、ちょっと気分、下に図を書きますけども、1回目、2回目、3回目、4回目、点点点、N 回目まであるんですけども、それが全部表。表で書くのはちょっと、漢字が大変なんで、表って書かないことにして、表、英語でヘッドっていうんで、H と書くことにしますね。H for head です。表。ちなみに裏はテイルなんですけど、裏、感じくれる。ですね。だから、こういうちょっと、記号で書くこともあるかもしれませんけども、隣、ずっと表が出続けるっていうふうに言ったわけです。で、何に着目するかっていうと、この、第i 回目に着目しましょうと。で、i 回目
のところを見てみて、この i 回目で何が出るのかってことを、記号で書きましょう。それを今、EI 出してます。で、これは事象で、EI っていうのは i 回目に表が出るという事象です。いちいちですね、まあ、こういう記号がですね、ちゃんと何を表せるかということ、書くっていうのは重要で、で、この場合は事象を表す。で、確率を扱うときにですね、混乱するというか、皆さんだけでなく、いろんな人が混乱しがちなのは、こういうのは、あれですね、格言として書いておくべきだったかもしれませんけども、重要なのはですね、事象と、確率変数を明確に区別することです。そうか、ちゃんと言ってなかったんですけども、皆さん、確率論っていう授業、履修して、取ってると思うんですけども、そこでいろんなことを学んでるとは思うんですけども、そういうふうに学んだことがですね、ちゃんと、今回扱うような、システムの解析であるとか、そういうところで、使えないと意味がないわけですね。で、使おうと思うときには、ちゃんとだから、モデル化するわけです。その対象としているシステムを。で、モデル化するときに、どういうふうにモデル化するのかっていうのは、いろんな方法論とか、いろんな着眼点もあるわけです。で、そのときに、どういうことをその事象として、扱うのかとか、何を確率変数だとするのかとか、いうことを、明確にするんですけども、それがまず重要であることと、そもそも事象と確率変数をちゃんと分けて扱う、取り扱うってことも重要です。で、そのあたりが割と、このあたりですね、割と、曖昧になったりすることがあるので、こういうふうに何かこう記号を置くときには、それが、特にその確率を扱うときには、それが事象であるのか確率変数であるのかってことをちゃんと書いておくと良いです。で、そのように、意識してください。で、EI は、i 回目の表が出るという事象です。ここですね。ここで、これ実際に H が出るという事象を表すと思いますね。で、そうすると、何かというと、1回目に表が出る、2回目に表が出るとか、n 回目に表が出るっていうような事象は、この E1 から EN って形で分けるわけです。でですね、1回目、2回目、この毎回の効果投げは独立であるというふうに言っているので、これらの事象も互いに独立です。ですか。独立だっていう言葉の定義は、ちゃんと確率論の話を思い出すというか、復習してほしいということになるわけですけども、で、そうすると、今ですね、この表が N 回出るという確率を知りたいんですけども、これは、このすべての事象が同時に、正規する、起こることと同じなので、これは E1 かつ E2 かつ点点点かつ EN の確率であるというふうに言えます。ですね。で、今ですね、これらの中に入っている事象は互いに独立なので、このかつの確率は、この積のような形、掛け算でかけるということになります。だからこの独立っていうのを使って、ここが出ると。互いに。っていうのを使って、これ出てくるということになります。で、一個一個の確率ですね。E1、E2、EN。これは、i 回目に表が出る確率ですけども、その事象が起こる確率ですけども、それは、その i によらず、どれも p です。ですね。表が出る確率は p です。だからこれは p を n 個かけたものになっていて、p の n 乗になるということになります。いいでしょうか。はい。で、これが、一番の問題ですね。はい。では、二番目の問題やっていきましょう。n 回投げて表が一度も出ない確率は何でしょう。で、今度は表が一度も出ないって言ってるので、ずっと裏が出続けるわけです。先ほどのような書き方すると、1、2、3、点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 とあったときに、全部裏が出ると。ということになるというわけですね。だから、これは何かというと、裏が出るっていうのは、先ほど考えていた表が出るという事象の余事象なわけですね。で、その余事象をこれを書きましょう。ですね。だから、今、EI バーっていうのは、これは、EI の余事象。余事象になるわけですけども、それは、どういう事象なのかというと、i 回目に裏が出るという事象になるわけです。で、そうすると、EI は、E1 から EN がそれぞれ、互いに独立だったので、この EI バーか、E1 バーから EN バーっていうのが互いに独立になります。ですね。ということなので、表が一度も出ない、
N 回中ですね。表が一度も出ないってことは、ずっと裏が出続けるってことなので、確率としては E1 バーかつ、点点点かつ、EN バーという確率になるわけです。で、これらの事象は互いの独立なので、また積で書けるという形になります。だから互いの独立だからこれが出る。ですね。で、余事象の確率、つまり裏が出る確率っていうのは 1-P でした。から今 1-P が N 個あるので、1-P の N 乗という形で計算ができるということになります。いいでしょうか。はい。で、これは2番目ですね。はい。では3番目をやっていきましょう。はい。N 回投げて表が1度は出る確率。で、1度はですね。1度はって言ってる何かというと、こう1、2、3、点、点、点、N の中だけども、裏が出てもいいんです。裏は出てもいいんだけども、どこかで必ず1回は表が出てくださいと。1度はですね。で、1度はって言ってるんで、2回出てもいいわけですね。1回以上出ればよいということです。で、そうすると、これ何かと言って、何を言ってるのかというと、この表が1度は出るって、つまり、表が1度も出ないってことではないってことですね。つまり、表が1度も出ないという事象の余事象です。ですね。だから、表が1度も出ない、つまり、裏がずっと出続けるっていう、事象の余事象の確率を考えることになるので、ここに書いてあるように、表が1度は出るっていうことの確率は、事象の確率は、表が1度も出ない確率を1から引いたものになるわけです。余事象ですからね。で、この表が1度も出ない確率っていうのは、前の2番、3座標2番のところでやっていたので、それをここに入れると。で、そうすると、これは1-1-P の N 乗になります。ということになります。いいですか？はい。で、これは3番です。4番目行きましょう。4番目から期待値ですね。で、N 回投げて表が出る回数の期待値は、これはですね、今日の授業で、まあ、割と重要な考え方の一つとして、皆さんに身につけてほしいことなんですけども、それがですね、ここにあるような、確率変数を考えるに書いてあることです。今からやるのが確率変数ですね。で、どういう確率変数かっていうと、その i 回目に投げたときに、表が出るか裏が出るかってことを、その数値で表したものです。で、何かというと、この xi ってこれは確率変数なんですけども、これは1か0という値を取って、ei が正規する。つまり、i 回目に表が出るんだったら、この確率変数は1。正規しない。つまり、i 回目に裏が出るんだったら、この確率変数0。というようなものを考えます。で、これはですね、その EI が正規する、正規しないによって1か0という値を与えるような確率変数なので、そういう確率変数のことを事象 EI の表示確率変数と呼んだりします。で、この表示確率変数を、使いこなせるようになるっていうのは、この、まあ、離散確率論というか、まあ、確率論全般なんですけども、非常に重要です。で、まあ、それの例をここでやっていくということになります。でですね、これは確率変数なんです。で、確率変数なので、これは期待値が計算できます。で、今ですね、じゃあこの、i 回目に表が出るっていうのは、どんな確率で起こるのかっていうと、確率はどんな確率だったかっていうと、これ p で起こるわけですね。i 回目に表が出るっていうのは確率 p で起きます。で、i 回目に裏が出る方は、マイナス、1マイナス p の確率が起こるということになります。ってことなので、この xi の期待値っていうのは何なのかというと、p の確率で1になって、1マイナス p の確率で0になるということですね。まあ、これ計算するとこれ p になります。で、これは重要ですね。まあ、これ計算しただけですけども。だから、この xi の期待値っていうのは p になると。これがいい形になりますね。で、なんでこれが、これっていうこの表示確率変数が嬉しいのかというと、今ですね、表が出る回数っていうのを計算しようとしてるんですけども、これは、これも確率変数、表が出る回数自体は確率変数なわけです。で、それをですね、今この large X で表すとすると、large X というのはこの xy の和で表されるわけです。です。例えば、この、1回目から n 回目まで全て、表が出たとすると、この確率変数の実現値は全部1になるわけです。で、そうすると、これらを足すと、全部で n になると。となりますね。いいですか？だから、この、
犬飼い中何回1が、あ、違う、表が出ましたかっていう、その回数は、このラージ X という確率変数で表されていることになるわけですね。ラージ X、この式で表されることになるわけです。で、そうすると、この時点でもう期待値が簡単に計算できます。なぜか。それはですね、この N 回中、表が出る回数の期待値は、今言った通り X の期待値なわけですけども、X は今言った通り X1 から XN の和になります。ですね。で、期待値には重要な性質があって、それは何なのかというと、それが期待値の線形性です。今、この X1 から XN の和の期待値と言っているものは、X1 の期待値、XN の期待値って形で、こう分けられるわけです。これは重要な性質です、期待値の。で、それを使うと何が分かるかっていうと、もうこの一個一個の期待値は上で分かってるわけです。上ってここですね。上で分かってるわけです。なので、それを入れてしまえばよい。で、入れてしまうと、この一個一個の期待値は全部 P なので、それが N 個あって PN という期待値が得られるということになります。よろしいですか？いいですか？で、これが非常に重要で、まあ、こんな感じで、表示確率変数を使うと、このような形で、まあ、ある意味簡単に、この表が出る回数の期待値というのがわかります。で、なんで簡単にとこれ言ったのかというと、ですね、皆さんはおそらくですね、その確率論の授業の中で、このような問いに、遭遇している、かもしれませんけれども、その時には、おそらくですね、次のような形でやってると思うんです。で、どうするかっていうと、これですね、この表示確率変数を使わなかったら、どうするのかっていうと、それは、だから、期待値の定義をそのまま使うわけです。だから、期待値を線形性使わずに定義をそのまま使うわけです。で、そうしようとすると、何が必要なのかっていうと、表が出る回数の期待値なので、表が何回、例えば表が3回出ますとか、表が4回出ますとか、表が300回出ますとか、その確率をですね、一個一個計算するんです。で、まあ、一個一個計算しなくて、一般的に表が J 回出るっていう事象の確率を計算することになります。で、じゃあ、それを今、ここで事象として書きましょう。まあ、FJ と一致したら、それは N 回中 J 回表が出るという事象だとします。で、そうすると、先に、この期待値の方を見ますけども、期待値っていうのは、この FJ の確率に J をかけたものを足したものになるわけです。ですね。FJ が起きたら、その時には J 回表が出ているので、期待値を計算するときには、この J にその確率をかけて足し合わせるということをすることになるわけです。で、そうすると、この FJ の確率、これ知る必要があるわけですね。で、まあ、これは計算できます。この時だけですね。で、どういうことかっていうと、今、まあ、N 回あって、そのうちに J 回表が出るって言ってるんだけども、その J 回がどこで起こるかわかんないので、そのまず J を選んでいきます。その表が出る場所を選んでいきます。で、その組み合わせが N choose J なんで。で、実際その選んだところで、表が出る確率は P の J 乗。で、選んでいなかったところで、裏が出る確率は1引く P の N マイナス J 乗になります。ですからね、これもまたその事象が独立であるところを使ってるんですけども。で、そうすると、まあ、これがその FJ の確率になるんですけども、それをここの下の FJ の確率のところに入れると、まあ、こういう式が得られます。で、何が問題かというと、この式を見てですね、この式を見て、これが PN に等しいところということになるところまで、まあ、導かなくちゃいけないわけです。まあ、導かなくても、まあ、上の式で、まあ、計算できてるといえばできてるんだけども、まあ、これはこの PN までこれ簡単にできるんですね。で、それがを、この相和、シグマの式を見て、パッとわかりますかってことになるわけです。で、実際はですね、この下に書いてあるような式が成り立ちます。まあ、これ X と Y は、複素数なんですけども、まあ、何でもいいです。で、これは演習問題になってまして、まあ、二項定理を使えば導けるというような式です。で、これは何かというと、NX、X プラス Y、N-1 乗。っていうのは、まあ、この右に書いてあるような式で書けると。で、これをですね、まあ、右から左に使うと、この式が得られるという感じですね。で、実際に、どうするかっていうと、X を P、Y を1引く P として使っているということになります。
ですね。そうすると、このまあ x の部分が p になって、x プラス y は p プラス1引く p。で、1引く、p プラス1引く p ですね。p プラス1引く p、これ1ですから、で、1の n 引く1乗っていうのは、1なので、pn が残って、結論が得られるということになるわけです。で、まあ、これは、まあ、難しいかどうかと言われると、まあ、この例の場合は、割と簡単、まあ、この3、4行で収まっているから簡単だと思いますし、思えるかもしれませんけども、まあ、まずこの演習問題に書かれているのは、この式が正しいということを確認する必要があるということはありますし、これは今、簡単な例だったからいいんですけども、もう少し複雑な例になると、その表示確率変数を使わないことになったときに、ここでやるべき計算がもっと大変になります。で、もっと大変になるので、そういうことを、まあ、する必要がある場合はあるかもしれませんけども、しなくても、表示確率変数を使えば避けられるという視点があるんだということは、一つ学んでおくと良いかなというふうに思います。はい。で、これが、4番目の問題の補足でした。じゃあ、5番目の問題に行きましょう。これも期待値ですね。表が出るまで投げる回数の期待値は。これもですね、まあ、よくある問題なんですけども、まあ、いわゆるビルヌーイ思考ってやつなんですけども、なんだっけ、これもですね、表示確率変数を使って、表示確率変数じゃないです。確率変数をちゃんと使ってやっていこうと思います。で、今、投げる回数を聞いているので、それを確率変数 y としましょう。ですね。表が出るまでに投げるとき、投げる回数を y とする。で、あ、そうか、まず、これどういう状況かってことをまず説明してないですね。だから、これは、だから何回投げるのかってことがあらかじめ決まってないわけです。で、1回目投げました。1回目投げました。で、1回目投げて、裏が出たら2回目投げましょうと。で、2回目投げて、裏が出たら3回目投げましょう。こんな感じになってきます。で、裏は出続ける限り投げるんだけど、例えば、30回目に表が出たら、そこでストップ。やめます。で、その時には、この30っていうのが、その投げた回数になるわけです。ですか？で、この投げる回数の期待値はいくつでしょうってことを聞いてるんですね。で、これは、どうするだって考えるのかという話をしていくということになります。で、その回数を y という確率変数で表しましょう。ね。で、ここに書いてますね。1回目に注目しましょう。1回目に表が出る確率を、あ、事象を E1 と書いたので、この Y の期待値っていうのは、この右のように書けます。で、これは何をしてるのかっていうと、これはですね、倍掛けをしてるわけです。E1 が、正規するか、しないか、で、倍掛けしてます。で、この確率論における倍掛けの仕方っていうのは、数え上げの時の倍掛けの仕方と似てるんですけども、いろいろと注意する必要があって、する部分があって、何かっていうと、まあ、ここに、A1 と、正規する場合と正規しない場合というふうにこう分けていて、正規しない場合っていうのは、つまりこの A1 の余事象が正規する場合ということになるわけですね。で、それでその2つに分けて、足し算をしているんですけども、で、これは期待値を計算しているので、まあ、期待値が2つに分かれるわけです。で、そうするとですね、その期待値の部分はどうなったっていうのかっていうと、これが条件付き期待値になっています。条件付き期待値ですね。あ、後ろもそうですけども。で、これは、その前の方は E1 という事象が正規したという条件の下での Y の期待値を表していて、後ろの方は E1 が起きたという条件の下での Y の期待値を書いているということになります。だから E1 が起きた時に Y はどうなりますかということをまあ聞いているということになりますね。で、後ろの方は E1 が起きた時に Y どうなりますかということを聞いているということになります。で、まあ、そういう、この一個一個ですね。これ何になるのかってことをこれ考えていきます。で、まずですね、確率の方ですね。これはもうすでに分かってます。ですね。E1 の確率はもうこれ P だってことは我々知ってますね。これは定義です。ってことなので、余事象の確率も E1FP とこれ分かるということになります。で、問題はですね、この条件付き期待値の方なんですけども、前の方ですね。前の方。E1 が起きたという条件の下での Y の期待値。E1 が起こっているってことは、1回目に表で出てるわけです。
で、1回目に表が出てるところは何が起きてるかっていうと、もう2回目に投げないわけですね。表出ちゃってるわけだから。だから、1回目に表が出た時には、投げる回数っていうのは必ず1になります。1で終わります。ですね。だからこの部分1です。おしまい。じゃあ、後ろの部分どうかというと、それ考えますね。で、そうすると、この部分はどうなるかっていうと、1回目に投げた時には、もう裏が出てるわけです。裏が出てる。だから2回目に行くことは決まってます。ですね。だから2回目に行くんだけども、2回目から後のことを考えると、これはどうなってるかっていうと、例えば、これは、じゃあ2回目から投げ続けて30回目で終わったと。表が出てね。終わったとすると、これは、この後ろの部分だけ取り出すと、それは2回目を初回だと思って、残り29回投げたら表が出るんだっていうことと、まあ、同一視できるわけです。同じ分布に従うわけです。ということなので、これは、初めに、もうすでに表が出て、裏が出た1回分と、その後は同じ分布が続くっていう y。つまり回数としては、1プラス y という確率変数になっているというふうに思えるわけです。初めに裏が出たという条件のもとではですね。で、そうすると、期待値の線形性から、これは1プラス ey になります。ですから、だからこの部分1プラス ey になります。そうすると、この4つの部分ですね。この右辺の4つの部分が全部わかりました。で、それをここに書きました。こうですね。書きました。で、そうすると、これは次あるかな？あった。で、そうすると、この、EY が 1-P を係数として持って、この部分は 1×1-P と 1×P を足すので1になる。ですね。そうすると、これは何なのかっていうと、これはですね、EY に関する方程式です。EY を変数とする方程式です。だからこれ解けるわけですね。で、実際解くと、最終的に、下の式ですね。EY が P 分の1であるという式が得られました。ということになります。よろしいですか？で、これは、今ですね、この確率変数を使って、計算していったという、あれか、確率変数だと、この倍分けですね。倍分けを使って計算していったということなんですけども、で、次にまた、おそらく確率論ではこうだったでしょうっていうような計算の方法、つまり期待値の定義を使った計算の方法をもう、お見せします。で、これがこれですね、条件付き期待値を使わなかったということですけども、それはつまり、i 回目で初めて表が出たという事象を考えて、その確率を計算するということになります。で、それをまあ今 AI としましょう。AI というのは、1回目から i 回目まで全て裏で、i 回目で表が出るという事象を表しています。ですね。そうすると、AI っていう、その事象が起こる確率っていうのは、1回目から N-1 回目までは全部、裏で、N 回目が表であるということなので、この確率っていうのは、計算できるわけです。で、1回目では表が出ない。2回目も表出ない。N-1 回目も表が出ない。で、N 回目も表が出る。って言ってるんで、これは、E1 バーかつ点点点かつ EI-1 バーかつ EI の確率になると。ということになります。で、ここに書かれている事象は互いに独立なので、確率はその積になります。で、そうすると、一個一個の確率は全部今分かってますから、書くと 1-p の i-1 乗をかける p になるということになりますね。で、そうすると、これを確率として、それが起きたときに、この、期待値にされるべきものは i なので、i かける、AI の確率の和になるというものが、それが求めたいものの期待値になります。で、i は1から無限大まで。だから、これは、無限大まで取らなくちゃいけない和になるので、まあ、大変かもしれないですね。で、確率の部分が先ほど計算した通り、1-p の i-1 乗をかける p になるということで、で、そうするとですね、この無限和を計算する必要があります。で、これは、まあ、もちろんできるんですけども、まあ、ちょっとこれはちょっと、頑張らないといけない。頑張らないといけない。で、これは割と頑張る必要があって、まあ、頑張ると P 分の1だということがわかります。まあ、この無限和がですね、こうなるということは実際また演習問題としてやっていただければ、どれぐらい大変かっていうのはそれぞれわかると思うんですけども、まあ、そんなに大変ではないです。まあ、できます。できますが、まあ、これを、
ややこしいと思うか、簡単と思うかっていうのは人それぞれかもしれません。で、あとまた言うとですね、四つ目の問題の時と同じことを言うかもしれませんけども、何なのかっていうと、この例の場合は、このように、事象を考えて、その確率を考えて、定義に基づいて、期待値計算するという形でできますけども、もっと複雑な例の場合には、それがすごく本当に大変になるともあるかもしれないので、先ほどのように、条件期待値ですね、を使うような、考え方も身につけておくと便利かもしれません。という形で、5つの問題の話をしてきました。でですね、先ほどの話、PL っていう、これ4回目の、4つ目の問題ですね。表が出る回数の期待値は何だったでしょう。N 回投げたときですね。N 回投げたときに、表が出る回数の期待値何だったでしょうって話は、PN という期待値が得られたって話をしたんですけども、じゃあ次にですね、これを引きたい。例えばですね、この X っていう、その表が出た回数、表が出る回数の期待値っていうのが、2倍の期待値以上になる確率っていうのはどれぐらい小さいのか、または大きいのかってことを知りたい。だからその期待値から外れていくですね、確率を知りたいってことを考えることが今後よくあります。なので、それをやりたい。で、実際にですね、じゃこれ、どんな分布なのか、この X っていう、確率変数、どんな分布に従っているのかと、ちょっと見てみようと思って、ちょっとシミュレーションしてみました。こんな感じですね。で、何かというと、N を100として、P を0.1として、1万回試行。だから、100回、効果投げをするっていうのを1万回やったとですね。で、100回、効果を投げて、表が出た回数っていうのを、この横軸にとってます。だから頑張れば、100回全部、表が出て、嬉しいってこともあるかもしれませんけども、そういうことはあんまり起きなくて、100回中、表が出る回数っていうのは、期待値で言うと10回なんですね。PN なので、PL ですが10回になるわけです。で、これ縦軸は、1万回行ったときに、実際に表が出た回数がいくつかっていうことの頻度です。だから何かっていうと、1万回やったときに、100回投げるっていうのを1万回やったときに、1万回中、1300回ぐらいは、10回表上げてる。だけども、ある、例えば、その1万回中1回ぐらいは、この100回効果を投げたときに25回表上げてるというような形になっているというふうにこれ見るわけですね。そうすると、何なのか、何を言ってるかっていうと、この期待値は、この10なわけですね。ここら辺が。で、そうすると、これ実際計算すると、この2倍ですね。2、この2EX って言ってるのは、これはこの場合には20になるんですけども、20でここら辺ですね。で、ここら辺のところに。で、その20も含めて、20より右側に、20より右側にあるのは何回あったか。つまり、表が出た回数を20以上だった。表が出た回数が20以上だったのは、1万回中何回あったかっていうことをここで数えると、この場合はこれ30だったんですね。30だった。で、実際、この確率ですね。X っていうその確率変数が 2EX 以上になる確率は、このシミュレーションにおいては、0.003というふうに、すごく小さかったということになるわけです。で、例えば、この場合は、3EX を X が上回る確率はどうだかというと、この場合はゼロになりますね。で、この場合起きなかった。もしかしたら、運力起きる部分があるかもしれないんだけども、この1万回中では起きなかったということになります。で、こういうのを、今これシミュレーションですごく小さいんだよってことを言ったんだけども、実際に本当にこれ小さいんだよってことを、言いたいなと、数学的に言いたいなと思うので、それが実際に、どうやったらできるのかってことを言っていきたい。で、いろんな方法があるんですけども、つまりですね、この確率を頑張って本当に計算するっていう方法もあります。そういう方法もあります。けども、それはですね、先ほど言ったみたいに、確率を計算するっていうのはですね、すごく大変なんです。すごく大変なんです。明示的に、イコールで、ね、計算するのがすごく大変なんですね。なので、これが、とても小さいところだと言おうと思うんだったら、もっと簡単にできますよってことを今からやっていこうと思います。で、その時に重要な、性質。
まあ、公式というか、それが、これ、マルコフの不等式という不等式です。で、これは、ちょっと復習をしておくと何かというと、まあ、自然数値である必要は本当はないんだけども、まあ、正の確率変数、あ、皮膚の確率変数と正の実数、比に対して、このですね、確率変数の期待値が存在するときには、この式が成り立ちますよ、とですね。z が t 以上になる確率は t 分の z の期待値以下です、ということです。で、これ何が嬉しいのかっていうと、左辺の確率がですね、計算が難しい時でも、その z のですね、期待値が簡単にわかるんだったら、その確率の上限、上階かな、上階が、与えられますよ、ということを言ってるわけです。で、これすごく嬉しいわけですね。確率の計算が難しくても、期待値が計算できれば、そういう上階が簡単に得られるということを言っています。で、じゃあこれをそのまま先ほどの、知りたかった確率に対して適用してみましょう。そうすると、この t として 2ex を入れればいいわけです。で、今ですね、px っていうのは、この例の場合では、pn。で、p は0よりも大きかったので、この p がですね、0よりも大きいっていう性質を満たします。やりましたね。だからこれ使えると。ということになって、で、使うと t の部分が 2ex になります。ですね。分母は ex です。で、先ほど、ex を計算していましたけども、ex は何であるかにも関わらず、これ ex キャンセルしますから、2分の1という式になります。で、そうすると、先ほどの知りたかった確率は2分の1以下ですよっていうことになります。で、2分の1以下っていうのは、まあ、半分ぐらいの確率で起きそうだっていうことを言ってるわけですよね。半分ぐらいの可能性が起きそうだというふうに言ってるんで、まあ、とても小さいっていうにはちょっと物足りないというか、まあ、2分の1を超えないことは言ってますけども、そんなに小さいかなっていう感じがあんまりしないわけです。で、もっと小さいこと言いたいので、このマルコフの不等式の使い方を工夫してみます。で、どう工夫するか。このようなことをします。何かというと、今ですね、x が 2ex 以上であるという事象は、2の x 乗が2の 2ex 乗以上であるという、事象と同じです。同じっていうのは、分布が同じになります。なんでかっていうと、まあ、y イコール2の x 乗っていうこのグラフを書くと、まあ、こんな感じだったんですね。ちょっと雑すぎますけども。で、例えば、x、ちょっと今、これはイメージ図書いてますけども、これじゃなくて、2の EX ですね。2の EX っていうのが、まあ、ここら辺に、まあ、これ数値としてこれあるわけですけども、あったとして、この、large X っていうのが、それよりも、それ以上ですよっていうふうに言っている、事象っていうのは、まあ、この2の X 乗っていう関数を通して、2の EX 乗よりも、2の X 乗が、いやですね、2の X 乗が2の 2EX 乗以上になってるってことと、まあ、ちゃんと対応すると。1対1というか、ちゃんとその全関数の形で対応するということになってるので、なんだろうな。左側が起きているときには右側も起きているし、左側が起きていないときには右側も起きていない。という形になっていて、分布として同じになっているわけです。なので、これイコールなわけですね。で、このように書き換えたときに、書き換えて、先ほどのマルコフの不等式を使ってみましょうということをやってみます。そうするとこうなりますね。マルコフの不等式も一回書いておくと、z が t 以上になる確率っていうのが t 分の e の z の期待値、e の z。で、そうすると、今、これ何をやってるかっていうと、z として2の x 乗を持ってきて、t として2の 2ex を持ってくるっていうことをすると、ここに書いた式がやられます。ですね。いいですか。で、そうすると、今、我々、これですね、e の x です。x の期待値は分かってます。けども、2の x 乗の期待値っていうのは分かってないんですね。だから、2の x 乗の期待値を、まあ、計算する必要があります。で、これ計算します、今から。で、そうすると、この不等式からどんなものが得られるか分かります。いいですかね。まあ、それを今からやっていこうと思います。
で、その時に何をするかっていうと、まず、この2の x 乗っていうのは、そもそもこの large x っていうのを x1 から xn を足したものだったので、2の x1 プラス点点点プラス xn 乗になります。で、ここで、この中身っていうのは、まあ、このような、式で書けるわけです。つまり、2の x1 プラス x2 プラス x3 っていうのは、2の x1 乗、2の x2 乗、2の x3 乗、まあ、こういうふうに書けるわけですね。まあ、それを今、n まで使って書いたものはこういうふうになるということです。で、ポイントは何かっていうと、x1 から xn は互いに独立なので、2の x1 乗から2の xn 乗というのも互いに独立になります。で、今、重要なのは、これはですね、x1 から xn というのは、これは、確率変数です。ですね。確率変数です。で、確率変数に対しては、積の期待値が、期待値の積になるってことは一般には言えないんですけども、独立であったら、互いに独立だったらそれ言えます。ただ、別に言わせると、和をバラバラにするっていうその期待値の線形性っていうのがあったんですけども、期待値の線形性においては、その確率変数の独立性は必要なかったわけです。どんな確率変数に対しても期待値の線形性に対します。けども、この積をバラバラにする、掛け算をバラバラにするためには独立が必要になります。で、x1 から xn が独立、互いに独立だったので、この2の x1 乗が2の xn 乗が互いに独立になって、掛け算をバラバラにできると。そうすると、この一個一個の積が分かればよいということになります。で、一個一個の積ですね。この2の xi 乗っていう確率変数は何なのかっていうと、これは、xi っていうのを1から0って値を取ったわけです。だから2の xi 乗っていうのは2の1乗か2の0乗って値を取ります。で、その値を取る確率はいくつかっていうと、それは xi が1を取る確率と0を取る確率をそのまま引き継ぐわけなので、2の1乗になる確率は p であって、2の0乗になる確率は 1-p になります。で、それを使って2の xi 乗の、期待値を計算したのはここです。ですね。2の1乗になる確率は p で、2の0乗になる確率は 1-p ですね。そうすると、2の1乗は2です。ですね。2の0乗は1です。第1引く p。で、これは、期待値は1プラス p になるということがわかります。ですか？つまり、この一個一個の積は1プラス p になるので、この期待値は全体として1プラス p の n 乗になるということがわかります。ですか？で、これが先ほどの、マルコフの等式を使った右辺の分母、分子にできます。分子にできます。で、それ書いてみます。こんな感じですね。分子は1プラス pn 乗。で、分母の方は ex は pn でした。ですね。っていう形なので、この分母の方をちょっと見てみると、分母の方は、これは2の2の pn 乗ですが、これは4の pn 乗ですね。ですね。で、上にも n 乗ありますから、この n 乗を外に出すと、これは4の p 乗分の1プラス p の n 乗。という形になります。で、これはですね、n が大きくなるにつれて小さくなる値です。指数関数的に小さくなります。n が大きくなると、この値、指数関数的に小さくなります。ので、これで、先ほど言っていたこの確率っていうのが、すごく小さいんだということが、分かったわけです。だから大きくてもこれにしかならない。n が大きくなっていくと、指数関数的に小さくなっていって、例えば n を無限大に飛ばすと、これ0になる。ということがわかる。で、まあ、具体的な値もありますけども、例えば、p が10分の1、n が100だったら、右辺は0.0132。で、これ先ほどの、実験の、シミュレーションの、例の場合ですね。この設定はシミュレーションで使った値ですけども、シミュレーションの時には、この値は0.03ぐらいかな、になるっていうふうに言ったんですけども、0.03、そんなとか、ちょっと忘れましたけども、すごく小さいって言いましたけども、まあ、この計算によると0.013、ちょっと戻りましょうかね。だから、この計算によると、0.013には超えないってことを言ってるんですけども、実際に先ほどのシミュレーションだと、0.003なので、0.013は超えてないと、ちょっとも分かってるということになりますね。
この場合、このシミュレーションが、うまく、いっているということが分かったということになります。よろしいでしょうか。で、今はですね、X から2の X 乗を作ったんですけども、ですね。なんで2なんだと、いうふうに思われるかもしれません。で、これ疑問ですね。で、まあ、回答を言うと、これは実は2でなくても良いです。2でなくても良くて、で、例えば、まあ、3にするっていうこともできます。で、3にすると同じような計算すると、このような式が得られて、で、このような式が得られて、先ほどと同じように、n を無限大に飛ばすと0になるって結論は言えます。けども、この数値っていうのは実は先ほどの数値よりも、いいかどうかってことは分かんなくて、なんでかというと、例えば先ほどと同じ値ですね。p が10分の1で n が100だとしたときに、この値計算すると、この中身ですね。この中身計算するとこれ0.0238になります。で、先ほどはこれ0.01何とかだったので、この2を3に変えたことによって、得られた状態っていうのが悪くなるということになるわけですね。じゃあ、2の場合が一番いいのかっていうと、そうとも限りません。で、それはいろんなことのバランスによって決まってきて、そのバランスを考えて、この2を使うのか、3を使うのか、あるいは別の数値を使うのかっていうことを考えるっていうのが、実は、いわゆるそのパラメータを最適化するというような形の問題になります。で、そのような、ことをするっていうのが、いわゆるチェルノフ上階の技法と呼ばれている、この二三確率論における重要な技法になります。何かというと、その何かのこの確率が小さいってことを証明しようとするときに、この E の X という期待値の代わりに、E の C の X 乗っていうものを考えます。先ほどの場合は、この C として2を使ったわけです。でも2でなくても構いません。ということなので、その C の X 乗っていうのを考えて、今のような形で、まあ、結論を導きます。で、そうすると、この最終的に得られるこの確率の上階が C に依存する形になります。で、その上階を小さくするように C を定めてあげるということをすると、とっても良い上階が得られるということになるわけです。で、まあ、そのようなことを実際にしてみるというものを、演習問題に挙げてますので、ぜひやってみてください。はい。で、これが初めの話でした。では、二つ目の話に移っていきます。クーポン収集問題の話をしていきます。で、これどういう設定の問題かというと、こういう問題です。商品を買うとですね、N 種類の景品の中から一つが必ず当たります。嬉しいですね。で、どれが当たるかはわかんないですね。どれが当たるかわかんないんですけども、どの景品 I に対しても、その景品が当たる確率っていうのは N 分の1で、それらは商品の間で同一になる互いの独立だとします。で、ちなみにその景品の集合はラージ N として、この1から N という番号で書かれているとします。で、問題。全種類の景品を集めきるまでは何個商品を購入すればいいでしょうかってことですね。まあ、こういう問題、皆さんもいろんなところで遭遇するような気はするんですけども、まあ、これやってみると。まあ、皆さんの問題設定の中では、この全ての景品の当たる確率が同じであるということは、まあ、ないかもしれませんけども、まあ、簡単な場合として、これやってみましょうということになります。で、何個購入すればよいかっていうふうな聞き方っていうのは、ちょっと問題設定としては危ないんですね。なんでかっていうと、これ確率的な問題なので、例えばですね、何個購入すれば必ず全種類の景品が集めきれますかとかっていうような問題であったとすると、それはですね、いくら買っても全て集まらないっていう可能性はあるわけです。小さな確率であってもあるわけです。だから、そういうことがあるので、必ず全てを集められる、全ての景品を集めることが保証できるような商品購入コストはいくつですかとかっていうふうな聞き方の問題であったとすると、それは、いくら買っても、すべての商品を、景品を集めきる可能性、集めきることができない場合があるので、それは、まあ、無限大というか、そういう、商品購入数はないということになってしまうわけです。で、それではちょっと、問題として意味をなさないので、ここでは、これを答えることにします。何なのかというと、購入商品数の期待値。何個商品を購入すれば全てが集めきれますかっていう、その購入個数の期待値。
あるいは高確率で購入する商品数の状態。なのでかっていうと、これぐらい、購入すれば高い確率で全ての景品を集めきれますよ。で、その商品数はいくつでしょうか。今、この商品と景品ってちょっと、両と品ってつく、言葉使ってるからいけないかもしれませんけども、だからまあ、この景品の方はクーポンって言った方がいいかもしれませんね。だからまあ、このクーポン収集問題と言ったりするんですけども、問題はですね、だからこの商品購入個数っていうのは確率変数なわけです。すべての、景品が集まった時点で購入をストップするわけですけども、そのストップするまでの商品購入数はいくつでしょうという、その商品購入数は確率に決まるので、これ確率変数になります。だから、その期待値を考えるということになるわけですね。で、これどう考えるのかっていうことになるわけですけども、そうか。ちなみに、N が2の場合。これは、商品が2つしかないわけですね。商品が2つしかないので、ないので、何と言えばいいのかな。何と言えばいいのかなというのは、この場合にはですね、先ほどの、効果投げに近いです。の設定に近いです。近いって言ってね、ちょっと、いろんなことをごまかして言ってるから近いになっちゃってるんですけども、近いので、そうだと思って、後から振り返って、その効果投げ、N の時に、これが効果投げとしてどのように解釈できるのかってことを、考えてもらうといいかなというふうに思います。ちょっと時間がないので、ここでは、紹介しないことにします。で、これだけ言っておいて、実際にじゃこの購入商品数の期待値っていうのを考えていきたいと思います。で、これはですね、まずじゃあシミュレーションやってみます。これは何だ？これは割と頑張ったんですね。最近頑張って。景品数100の場合、N の100ですね。N の100の場合に、100万回やりました。100万回やって、これ何を書いてるかっていうと、実際の、その100万回中、何回、100万回、1回、100万回の1回1回で、その100個の景品を集めるまでに何個景品を購入したかっていうのをこの横軸に書いています。で、縦軸が頻度です。で、頻度は、この、オレンジですね。オレンジで表しています。で、この青は何かっていうと、青は何かっていうと、これ、100万回やってるんですけども、これは、累積分布です。累積分布です。累積頻度って言ったらいいですかね。で、それは、右の方に書いていて、初めはゼロなんだけども、だんだん、100万に近づいていくということになるわけですね。で、これ見ると、購入商品数の平均も計算ができて、これ518.62ですね。だから、100個の景品集めるのに、519個ぐらい商品買ってると。5倍近くなんですかね。で、これ今、N が100の場合なんですけども、これ実際、N が一般の場合、どれぐらい購入することになるでしょうかってことになるということですね。これシミュレーションでやってるんで、ちょっと実際このジグザグしてる感じはありますけども、だから、大まかに言ったらこういうような、をしてるってことが、こうシミュレーションでもわかりますね。これなんかシミュレーションやっぱりいいなと思うんですけども、我々がやるのはこの分布を求めることじゃなくて、この、ここですね。平均、期待値を求めるということをやっていきます。で、それはですね、次のようにやっていきます。で、どうするようにやるかっていうと、これ考え方ですね。商品を次々と買っていくんですけども、すでにいくつ景品を持ってるかってことを考慮します。だから例えば、何枚かこう買っていくわけですね。1、2、3、4。買っていくんですけども、この、初めに買った商品においては、その景品見ると、その景品ってのは今まで持っていなかった景品なので、必ず新しい景品が、1回目の商品を買った時には当たります。で、2回目商品を買った時には、もしかしたら1回目と同じ商品が、景品が当たるかもしれないので、その時には、新しい景品を得られなかった。というふうに考えるわけです。で、3回目に買ったときに、その1回目と2回目で得られた景品と同じ景品が得られなかったとすると、それは新しい景品が得られたことになるので、その時には新しい景品が得られましたっていうところが印をつけるわけです。で、そういうふうに考えて、新しい景品が、どこで得られなかったのかっていうことをこう印つけていきましょうということを考えます。
で、そうすると、この初めの時ですね。ここではまあ必ず新しい景品が当たるんですけども、じゃあ2回目の時に新しい景品が得られる確率っていうのは何なのかっていうと、持っていない景品の数っていうのは N 引く1からです。この時点で、景品の数っていうのは N 引く1からです。で、全体の、景品の数っていうのは N 個なんだから、この2回目の時、2回目商品買った時に、新しい今まで持っていない、持っている景品が当たる確率っていうのは、いくつになるのかっていうと、すべての景品の数っていうのは N なので、N 分の N 引く1になります。だから、1個景品持ってるとき、1種類です。1種類景品を持ってるときに、その時点で持っていない景品が当たる確率っていうのは N 分の N 引く1になるわけです。じゃあ今ですね、J 種類の景品をすでに持っているとしたら、J 種類の景品をすでに持っているとしたら、その時に新しい景品が当たる確率っていうのは、新しいその景品、まだ持ってない景品の数っていうのは N-J になるので、確率は N 分の N-J になります。いいですか？で、次の確率ですね、考えます。なんていうと、これは XJ ですけども、景品を J 種類所持した瞬間から新しい景品が当たるまでに購入した商品の数です。ですか。だから今、ここに書いている例の場合には、どうなるかっていうと、X1 は、これ0です。すいません、ごめんなさい。X0 は0です。すいません、X0 は1ですね。これはちょっと、X0 は1です。0種類景品を所持している瞬間から、新しい景品が当たるまでに購入した商品の数なので、0個商品も、景品持っているときにから、1個当たるまでには1回購入した数が1になります。で、1個所持しているところから2個目が当たるまでに、購入している数は、この場合は、この2、3を数えます。だから、この場合2になります。いいですか？こんな感じですね。こんな感じですね。はい。で、これ書いてあります。景品を J 種類所持しているとき、新しい景品が当たるってことは、表が出る確率が N 分の N 引く J である効果を投げて、表が出ることと見なせる。いいですか。ここでその、先ほどの不公平な効果の話をしていて、何かっていうと、今ですね、この、1回目が終わって、商品、景品を1個持ってるんですけども、その時に、その状況で、次に新しい景品が得られるまでに、商品を購入し続けるっていうのは何かっていうと、この確率の、で、表が出る不公平なコインを、投げてると同じだってことですね。で、表が出た時にはすれば新しい商品が当たったというふうに対応していて、裏が出た時には新しい商品が、景品が当たらなくて、今まで所持していた景品が、当たったということになるように対応するということになるわけです。そうすると、その、表が出るまでに投げ続ける、コインの投げる回数の期待値っていうのを先ほど計算していて、それはこの確率の逆数でした。なので、XJ の期待値っていうのは N-J 分の N になるということがわかります。ここはいいですか？ちょっとややこしい。いいですかね。で、これの和が欲しい、今考えている、期待値になるわけです。で、今の、その XJ を使うと、商品購入数っていうのは X0 から XN-1 までのがになりますので、それを計算しましょうと。で、それは先ほど言っていたような、この、期待値の線形性ですね。期待値の線形性を使うと、この
このバラバラになって、で、1個ずつの期待値が分かってるわけです。N 分の N、N 引き10年。こんな感じ。そうすると、この分子の N は共通してますから、前に出します。で、分母の部分が、違うんですけども、その部分がこの和になって、で、このままですね、まあ、これ以上簡単にできません。で、この和のことを、よく HN と書きます。で、下に書いてますけども、この HN っていうのは、これは大 N 調和数と呼ばれるものです。ハーモニックナンバーというふうに英語で呼んだりします。HN ですね。で、まあ、HN って書くんですけども、まあ、これ、どういう代物か、これでは、このままでよくわかんない。まあ、これ以上簡単にできないというふうに言ったんですけども、まあ、これよくわかんない代物であるわけですね、このままでは。で、まあ、このハーモニックナンバーのことをよく知ろうと思ったら、ちょっとこれ解析する必要があるんですけども、まあ、その前に、実際にじゃあ、この値何なのかっていうことを、先ほどのシミュレーションで見てみると、100×H100、これ実際これ計算すると、これ 518.74 ですね。で、これは先ほどのこのシミュレーションで求めた、まあ、この平均の推定値と非常に近いですね。だからこのシミュレーション、やっぱりうまくいってるなと、よくわかりますね。このなんか、確率的なシステムを解析したときに、こういうシミュレーションをするとですね、非常に直感も湧きますし、いろんなことが、わかるので、こういうふうな数学的な解析をする前に、こういうシミュレーションをやってみるということは、お勧めしたいと思います。はい。で、じゃあこの、調和数ですね。これ何なのかってことをもう少し知るために、まあ、次のようなことを性質としてあげます。任意の1以上の整数に対して、この調和数っていうのは、1プラスログ n 以下であって、ログ n プラス1以上であるということが言えます。まあ、これはですね、まあ、いろんな方法で証明できますけども、まあ、演習問題です。で、何が重要かっていうと、まあ、この hn っていうのはオーダーで言うと、ログ n ぐらい。自然対数の n ぐらい。で、まあ、プラス定数って感じになってますよってことが重要です。うん、ですね。で、まあ、これ使うと、先ほど書いていた、この、商品購入数っていうのは、まあ、N ログ N ぐらい、なってことが分かるということですね。うん。で、そうすると、じゃあ、また別の話で、じゃこの購入商品数が、この期待値の2倍を超えてしまうような確率が、また小さいということを言いたいんですね。先ほどの分布見ると、これですね。購入コース、購入商品数の平均はもう 518.62 ぐらいだった。ここら辺だったんですけども、それの2倍っていうのは、1000ぐらいですね。ここら辺ですね。で、やっぱりその1000を超えるってことはあんまり起きないわけです。で、これを実際に、また数学的に、表したいなと思うと考える必要があって、マルコフの不等式を使うっていうことをまたやってみます。でそうすると、購入商品数が2倍の期待値である NHN 以上になるっていうことが、マルコフの不等式を使うと、こういうふうに形で書けると、マルコフの不等式に書いてみると、Z が T 以上になる確率っていうのは、T 分の Z の期待値か。まあ、いろんな条件があったからちょっと今、無視してますけども、こんな形の式で右辺を書くとこうなるというわけですね。で、この NHN っていうのは、これまさに分子と同じなので、これできました。だからこれもやっぱり、2分の1だってことは、マルコフの不等式を使えばそのまま言えるんだけども、もっときつい条件ですね。つまり、N を大きくすると、この値が0に行くようなもの欲しいかなっていうふうに思うわけですね。で、まあ、この場合どうやって考えるのかっていうと、まあ、先ほどのようなですね、テルノフ条件の技法を使ってみたいなっていう気もするんだけども、ちょっと問題なのは何かっていうと、何て言うんだろうな。ちょっと問題などないかもしれない。言わないことにして、じゃあ、次のようなことを考えてみます。何かというと、そこですね。EI として、先ほどの 2× 期待値、買いの商品購入で景品 I が得られないという事象を表すとします。だから、この時、I っていうのは、1、2、点、N ですね。今、N 個。商品ありますか、景品ありますから、こうなると。ですね。だから、この、2倍の期待値近い商品を購入しても、景品が得られないってことはあり得るわけですけども、それが、を事象として EI と書いて、それが起こる確率を考えましょう。で、これは I を今固定してますから、その確率っていうのはこれ計算ができて何かっていうと、1回
商品を購入して、この特定の商品 i が得られない確率は n 分の n-1 です。ですね。で、それを 2nhn 回、通して得られないわけなので、その ei が起きる確率っていうのは、n 分の n-1 を 2nhn 乗したものになります。ですか？で、まあ、n 分の n-1 っていうのは、これは1マイナス n-1 になります。で、この次に不等式を持ってきてるんですけども、これは1回目にの授業で紹介したこの有用な不等式を使ってます。1プラス x と e 分の、あ、e の x 乗以下ですね。これは、グラフを書くと思い出せるかもしれませんけども、こういう、e の x 乗で、こうですね。1プラス x。こういう、式ですね。これ、接してるのはここなんですけども、すいません。ちょっと接してる場所が違うように見えますが、こういう形の、状況を表している不等式でした。で、x の部分が、マイナス n 分の1ですね。で、書いてると。で、そうすると、今、まあ、肩に 2nhn があるんですけども、まあ、この m の部分がキャンセルして、これは2のマイナス 2hn 乗になります。で、hn っていうのは、ログ n プラス1以下だ、1以上だっていうふうに。ちょっと忘れたかも、全部見直すと、これですね。hn はログ n プラス1以上なので、これマイナスがついてますから、その、小さい方を置き換えると全体として大きくなると。ということになります。で、これは何なのかというと、これは n プラス1の2乗の、2乗分の1ですね。ですね。これは、指数法則を使えば、指数法則というか、まあ、あれですね。対数の定義を使えばわかるということになります。ので、まあ、ちゃんとやろうかな。これはですね、e のログ n プラス1のマイナス2乗なので、これは、n プラス1のマイナス2乗です。ですね。ということで、n プラス1の2乗分の1ってのが出てきます。で、これは、一つの商品、あ、景品が、この回数の商品購入で得られなかったっていう、事象の確率です。の上階です。上階です。ですね。上階です。で、そうすると、商品購入数が、この、期待値の2倍を超える確率っていうのは、どれかの景品が結局その 2nhn 回購入しても当たらなかったってことを言ってるので、E1 または E2 または、っていうこと、またはで連なるような形の確率になるわけです。で、またはで連なっているものは、それぞれの確率の和で上から押さえられます。これはこの合併除外って言ってるものですね。この A と B という事象があったときに、A または B の確率っていうのは、A の確率プラス B の確率以下になると。で、このまたはがたくさん連なっていっても、それは正しいので、この和の形で上から押さえられるということになります。で、一個一個の確率は、上から n プラス1の2乗分の1で押さえられるということを今言いました。で、それが n 個あるので、n 倍して不等号になると。で、まあ、これはまあ計算していくと、n プラス1以下になります。まあ、実際 n は n プラス1以下なので、まあ、この不等式が得られて、まあ、これはイコールなくてもいいですけども、不等式が得られて n プラス1を消すと n プラス1分の1になると。そうすると、これはですね、n を大きくすると0に行く式になりますね。だから、まあ、これによって、実際この商品購入数が2倍の期待値を超える確率っていうのは、n を大きくすると0になるということが分かりました。だからすごく小さいんだという結論が得られるということですね。よろしいでしょうか。はい。で、まあ、今のは割と、なんだろうな。n プラス1分の1っていうのは、その n を無限大にしたときに0に、まあ、行くんだけども、その0に行くスピードっていうのはそんなに速くないんですね。まあ、速くないんだけども、実は、これほん、あの、じ、えっと、すごく早いんだってことも知られています。それは、一応、まあ、事実としてお伝えはするんですけども、まあ、こんな感じになっていて、まあ、その n ログ n からその cn だけ離れるっていう確率は、この c に依存して、まあ、こんな形で書けるんだっていう、n を無限大にした極限のわけですね。っていうふうに書けるんだってことも、知られていて、まあ、これはですね、この授業でちょっと証明するのは難しいので、やらないんですけども、まあ、こういうことも知られています。まあ、こんな形で、すごく細かくですね、このクーポン収集問題についてはいろんなことが研究されていたり知られていたりします。はい。で、
では最後の話題。の前、の前に、じゃあ、まとめですね。クーポン収集問題っていう問題がありまして、この中で、分かったこと。高品質導入開始の期待値は NHN であるということと、N を無限大にすると、高品、あ、購入、購入商品数が高い確率で NHN になるということです。はい、これが、今日の結論になります。はい。で、以上でクーポン収集問題の話は終わりになります。で、最後にですね、誕生日のプロドックス。これ、ガイダンスの時に実際にやってもらった話になりますけども、そのもう一度やると、こんな感じですね。10人いる部屋の中に誕生日が同じ2人いるかと。で、そのような2人がいる確率は、こういうような問題設定です。まあ、この10人になってもですね、まあ、いいんですけども、これは10人にしてます。で、これを、今からその数学的に解析しようというふうに思うんですけども、まあ、このような仮定をします。まず、まあ、1年は366日です。まあ、場合によっては365日でやることもあるんですけども、まあ、366日にしておきます。で、人の誕生日がそれら366日の間に等間隔で分布するというふうに仮定します。だから、その I さんの誕生日が J である確率というのは、I と J によらずに366分の1であるというふうにします。で、この仮定のもとで、じゃ10人いる部屋の中で同じ誕生日の2人がいるかどうかということを計算してみようと思います。で、まず、10人の誕生日が全て異なる確率を計算するということをしてみます。で、これはどうなるかっていうと、ちょっとこれはイメージ図です。このイメージ図が伝わらなくて本当にいけないですけども、この真ん中のこれはですね、カレンダーだと思ってください。カレンダーだと思ってください。で、10人の人の誕生日がどこにあるのかってことを、このまあ矢印で表してると思ってください。で、そうすると、この矢印の指し方っていうのが、その各人に誕生日をまあ割り当てているというふうに思うんですね。で、その割り当て方を考えます。で、割り当て方の総数っていうのは、366の10乗通りあるわけです。ですね。1人の人にとって366通りあって、それが10個ある、10人いるので366の10乗です。で、一方で、10人の誕生日が全て異なるように割り当てるにはどうしたらいいかっていうと、1人目の人の割り当てがまず大きく、まず決めます。で、それが366通りです。で、その後に2人目の人の割り当てを決めようと思ったら、その人の割り当てに割り当てられる誕生日っていうのは、初めの人に割り当てられた誕生日以外になる必要があります。なので、そのようなパターンの数っていうのは365になるわけです。ってことを繰り返していくと、10人目の人に割り当てるべき、誕生日のパターンっていうのは357になります。いいですか？という形で、この10人の誕生日がすべて異なる確率っていうのを計算ができて、これは実際に数値を表すと、これ0.883倍になります。で、これはすべての誕生日が異なる確率なので、誰か2人が同じ誕生日になるっていう事象は、この上に考えている事象の余事象なので、10人の中に同じ誕生日の人がいる確率っていうのは、1-0.883になります。で、これは大体0点、あ、えっと、これは0.17。つまり、大体まあ11%から12%ぐらいの確率で、10人の中には同じ誕生日の人が2人いると思います。まあ、これはですね、思いのほか大きいんですよね。10人の人がいて、366個の中から2つ選んでるのに、11%ぐらいの確率で同じ誕生日の人が2人いるとなるわけですから、まあ、そういう形で、まあ、思ったより大きいなってことだから、まあ、パラドックスと 呼んでいるところになるわけですね。で、今これ10人なんですけども、これを30人にすると、もっとこの確率上がるわけです。30人の場合、同じように計算すると、すべての誕生日が異なる確率は0.295になります。なので、余事象の確率は0.705という形になって、70%ぐらいの確率で30人いれば同じ誕生日の人が2人います。で、同じようにこの人数を変えて、この確率を計算できるわけです。で、計算すると、まあ、こんな感じになるんですね。ちょっと、図が荒くてすみませんけども、まあ、こんな感じになって、先ほど言ったように32がですね、32がここら辺、32がここら辺だと、まあ、70%超えると。まあ、50人ぐらいだとすると、もう90%超えて、95%超えると。こんな感じになっているということですね。だから、思ったよりもこの確率高いんだってことになるわけです。じゃあ、もっと一般的にこれ計算してみましょう。今ですね、1年の日数が K、先ほどの例だと、これが3、K が360ですね。で、部屋の人数が M、先ほどの初めの例だとこれ10だったわけですけども、
で、愛さんの誕生日は J である確率は K 分の1。っていう時に、まあ、同じ、この部屋の中に同じ誕生日の2人がいる確率っていうのと、同じ誕生日の2人がいる確率は2分の1を超えるのいつでしょうっていうことを、まあ、考えることをやってみましょう。で、1番の方は今言った方法で同じように計算できます。で、実際にやってみるとこんな感じになります。ですね。M 人の誕生日それでこんな形で計算すると、まず、これですね。すべての割り当ての可能性は K の M 乗になって、分子の方は K×K-1× 点点点で K-M プラス1ができました。で、まあ、この量はよくわかんないので、ちょっと、またちょっと近似というか、上階を与える形にしてみたいと思います。この式は、まあ、言うなれば、これは K 分の K-I を I が0から M-1 まで掛け合わせたものという形になります。で、K 分の K-I っていうのは、これ1マイナス K 分の I なので、またこの、いうような方式を使うと、E のマイナス K 分の I 乗になります。ですね。で、そうすると、これは K の、あ、E の K 分の、もう一度、E のマイナス K 分の I 乗の積なので、この積の部分の和になります。ですかね。ちょっとこれ見にくいかもしれない。E の I が0から M マイナス1のマイナス K 分の I。こういうふうになるんですね。で、この、この場合はこれ計算できるわけです。これは、関係ない部分前に出して、マイナス K 分の前に出して、i が0から m マイナス1までの i の和という形になって、で、これは計算すると、指数の部分はマイナス 2K 分の m マイナス1になります。いいですか？で、そうすると、つまり、m 人の中に同じ誕生日の2人がいる確率っていうのは、先ほど考えた確率の、事象の余事象なので、1マイナス先ほどの指数関数以上になります。ですか？そうすると、結論から言うと、M がこの時ですね、ルート2ログ2 K プラス1以上の時には、この右辺に行けるのは2分の1以上になります。あ、2分の1をか、その時には、この確率が2分の1を超えます。ということになります。で、なんでかっていうと、まあ、実際にこの時に、この部分が、二分の一以上になるってことを、まあ、計算できるわけですね。まあ、これ実際これやってるんですけども、ちょっとこれは簡単な計算なので、まあ、皆さん追ってみてください。実際にできると思います。ので、そうなります。だから、その、まあ、二分の一を超えるためには、超える、ためには、この時には、ですね。だから、人数が、その、日数の、だいたい、まあ、オーダーで言うと、ルート以上になると、この確率が2分の1以上になって、まあ、大きくなっていきますよということになるということですね。という形で、まあ、先ほどの質問に答えられるということになります。まあ、もちろん、これは不等式なので、正確に答えているわけではないんですけども、まあ、こんなような形で、粗い評価っていうのはできるようになるということになります。それでですね、まあ、これで、まあ、誕生日のパラドックスの話はおしまいなんですけども、これは、この誕生日のパラドックスであるという話だけで、こういう話ではなくて、まあ、いろんなところに応用を持っているような話になっています。で、一つの応用はですね、ハッシュっていうのがあります。まあ、これ、アルゴリズム論第一なので扱っているものだと思うんですけども、ちょっと復習するとこういうものです。で、ハッシュ関数というのがある。で、これはいわゆるその、あの、あ、これはいわゆる辞書、ディクショナリーっていうデータ構造を考えるときに使うものですけども、ハッシュ関数は何かっていうと、N っていう集合、1から N という集合から K、1から K という集合の関数で、で、典型的には K の方が小さいですね。K の方が小さい。で、どういう性質があってほしいかっていうと、H はよくかき混ぜる関数である。まあ、で、どういうことかっていうと、あ、すいません、よくかき混ぜる関数であるとき。だから、まあ、ある意味、なんかランダム性が強い関数であるときに、hx イコール hy であるならば、x イコール y である可能性が高い。反射的な性質を持っている可能性が高いということですね。で、こういうふうになっていないとき、つまり、x と y が等しくないのに、このハッシュ値と言われているこの hx と hy が同じであると、いわゆるそのハッシュ値が衝突しているというふうに言われて、まあ、これは好ましくないことが起こるということですね。これ、どういう時にこれ使うんだったかっていうと、まあ、この上の例で言うと、あ、下の図で言うと、この上の丸が、この、
ラージ L の要素を表していて、下の方がラージ K の方を表しているというようなイメージですね。で、まあ、この M の方が圧倒的に大きいという場合を考えていて、このラージ M の要素がいくつか与えられるんだけども、それをこのラージ K っていう、この配列っぽいものに、格納したいっていうふうに思ってるわけです。で、何を使って格納するかっていうと、この H の値を使って格納するということをしてる。だから、この青いのが H になってるわけです。で、X と Y が異なるのに、この HX と HY が等しくなると、それはその同じところに、格納されてしまうことになってしまって、実際その L の方では異なるのに、格納されたところでは同じになってしまうので、そういうのは、好ましくなくて、あんまり起きてほしくない。ということになるわけです。で、これはその、起きてしまう心はあるんですけども、この、ラージ M の要素がですね、ランダムに選ばれていて、この H の方もすごくランダムに作られているとすると、あんまりこういうことは起きないんじゃないかなっていう気がするわけですね。だけども、実際すごく高い確率で起きてしまうんですよってことが、先ほどの誕生日のパラドックスの話からわかります。なんでかっていうと、要素数 M の部分集合が S にハッシュ値の衝突する2つの要素があるのかってことは、先ほどの誕生日の話で言うと、1年が K 日の場合に M 人の部屋の中に、誕生日の同じ2人がいるかということと全く同じ話になるわけです。ですか。だから、ちょっと前に戻りますと、こっちの方がカレンダーになっていて、こっちの方がその人なわけですね。人なわけです。で、この X と Y という人が同じ誕生日を持つっていうのは、ちょうどこのハッシュ値が衝突しているってことに対応するわけです。そうすると、じゃあ、先ほど言っていた通り、この M が、このログ系、ルート系以上ぐらいの場合の時には、そのような2要素が存在した、しちゃう確率が2分の1以上になっちゃうんです。だから、M が大きくなっていくと、そういうことは起きやすいんだけども、どれぐらい大きいと起こりやすくなるのかっていうと、ルート系ぐらいでも起きちゃいますよっていうことになるわけですね。だから、ハッシュ値の衝突っていうのはある意味で、この誕生日のパラドックスの考察から、避けることは難しいんだってことがよくわかるということになります。ので、ちゃんとその発祥の話で言うと、その発祥室の衝突があるので、あるんだからそれをちゃんと考慮したような設計にしなくてはならないというような形で、データ構造を作っていく必要があるというような話になったり、あるいは、別の言い方すると、これぐらい大きさになるときには、そういう衝突は必ずあるものだと思って、いろんなことを考えなくてはいけないということになるというようなことが、その誕生日のパラドックスの話からわかるということになります。だから、その誕生日のパラドックスと言ってると、その誕生日の話だけしてるのかなっていうふうに思うんだけども、そういうことが、このようなシステムとか、アルゴリズムのデータ構造の解析にも役立つんだっていう話の、ことになってるんだということも、理解してください。それでは、今日の話のまとめをすると、今日は典型的な確率的離散システムの話として、効果投げとクーポン収集問題と誕生日のパラドックスの話をしました。で、このようなですね、話っていうのは、いろんなバリエーションがあったり、その典型的と言われているものは他のものにもあったりするんですけども、次回はその中の一つとしてランダムグラフの話をしたいと思っています。では、今日の授業はこれで終わりにします。ありがとうございました。